遠藤先役、酒井真紀さんです。お願いします。さっき近所の人さ迎えに来て出てったよ。ねえ、もうあの優しい雰囲気にいつもこう心が温まるんですけど、あのだから賀翔さんと稲原君と家族やれてすごい嬉しかったです。本当に幸せな時間でした。いやいいな。お弁当をただただお父さんの息子へ作る話ではない、すごく深い深い人間ドラマがすごく描かれているんだろうなって、監督の作品はそういう風に仕上がるんだろうなって思っていまして、私自身もすごい出来上がりが楽しみなんです。遠藤咲英役の坂井真紀です。映画461個のお弁当、ぜひぜひ劇場でご覧ください。